よ吹け吹け光よ走れ父の形見のペンダント稲妻とどろく変身の時をタイガータイガー地球の危機を救うため明日に向かって突き進め鉄人タイガータイガーセブンの考古学者滝川博士はサハラ砂漠で1万4000年前の原人ムー一族の墓場を暴いた。博士の一人息子ゴーは父親を引き止めようとしたが彼の目の前で博士はムー原人に殺された。ゴーは片身に残されたペンダントによってタイガーセブンに変身マグマ原人たちを倒した。残された高井戸博士はムー原人の襲来を世間に訴えたが そんなバカな政府は相手にもしてくれん。大体もう一族の復讐なんていうのは作り話だってんだ。まるで気違い扱いなのよ。ひどいですよ。誰も信じてくれないんですね。誰も。博士、この焼け跡はどうなんです。これでも無限人っていうのは嘘っぱちですか。三平さん、高井戸先生にそんなこと言ってもしょうがないわ。くそ。だから我々の手でその証拠を突き詰める以外に手はないんだ。だが奴らが次にどんな手で攻めてくるのか、そいつが不安だ。蘇ったミイラ原人の復讐。1万4000年前に滅びたといわれるムー帝国の支配者ムー大帝は脳髄だけで生きて、その念力でムー原人を支配していた。カメイよ、ムー大帝のお告げだ。ミイラ原人をよみがえらせ、我らの秘密を知る日本の研究所を破壊せよ。はあ。ミイラ原人よ、ミイラ原人よ、ミイラ原人よ。なんだ、赤トンボか。ミイラ原人、ミイラ原人だ。ミイラの爪には被害者の血痕が付着していました。ですから私はミイラの仕業ではないかと言ったのです。高井戸博士、はい、ミイラが人を殺すなんてことあり得るんですか。ええ、私はあり得ると考えております。そんなバカな、動けるはずがないですよ。しかしミイラの膝は伸びていました。あのミイラは動いたんですよ。博士、ミイラを運び出してどうするつもりなんです。うちの実験室に持ち帰り精密検査をします。では。あ、ちょっと博士、博士、まったく付き合えねえな。滝川研究所は少し気あふれてきたのと違うか。参ったな。
大きくなったな。博士、ご無沙汰しました。遅かったな、ゴー君。は？実は滝屋探検隊が無一族の。知ってるよ。父も秋山さんも佐川さんもみんな俺の目の前で殺されたんだ。じゃあ君も地獄の墓へ。はい、父を連れ戻しに行ったんです。無一族の墓を探すなんて馬鹿げたことだと考えていました。馬鹿げたこと？貴様何をするの？北川さん、こいつはな、二度までも自分の親父を見捨てたんだ。一度目は家出をしてレーサーになった。二度目は見殺しにして自分だけ逃げて帰ってきたんだ。バカ野郎、バカ野郎。やめて、やめてちょうだい。北川君、暴力はいけませんよ。暴力は、お前が家出をしてからというもの、滝川先生はめっきりつけられた。後ろ姿がいつも寂しそうだった。俺はな、お前を見たらぶん殴ってやろうと思ってたんだ。ゴー君、君の貴重な体験を聞かせてもらおう。それに我々の研究も急がなければ。はい。脳波測定。はい。反応なし。心電図。はい。反応あり。反応なし。交際反応ありません。今のところミイラに異常は認められないな。やはり泥棒の仕業かな。いや、しかし博士、無一族は1万4000年もの間に地底のあらゆる場所に適応できる能力を身につけています。砂漠には砂原人、マグマの中には火炎人、そして墓場には。すごい熱だ。ミイラのバクテリアにやられたのかもしれん。アレルギー体質の人間は発熱することがあるんだ。私大丈夫です。いや、安静にしといた方がいい。2、3日で治るよ。はい。ジュン、冷たくて気持ちがいいよ。もう大丈夫よ。うん。ゴニーさん、え、ありがとうバカだな。ゆっくりお休み。あなたのこと、とっても愛してらしたわ。家出したやつは息子じゃない、死んだも同然だ。そう言いながら、あなたの記事が出るとそうやって。ゴーヨー！クソ！あたし悔しいんです。みんなが先生を気違い扱いするんですもん。被害扱いされている父の汚名を注ぐためには、無限人の地下帝国を暴く以外に道はない。ゴーは死を決して再びサハラ砂漠へと飛び出していった。ムー大帝、ミイラ原人はよみがえりました。ギル大使、
また奴が来ました。何？あの日本の青年です。いたぞタイガーセブン。貴様はギルター氏。ミイラ原人は東京でよみがえった。滝川研究所の所員は皆殺しになる手はずになっているのだ。何だと？ここがお前の死に場所だ。待て、行け。なんだいこりゃ。赤トンボだ。多いなあ、ここんとこ。見ろよ、やることがオーバーだよな。ミイラが蘇るなんて信じ込んでんだから。でも蘇ると楽しいぜ。呪うミイラの叫び。うわそっくりだお前。
マモ、どうだ。そこいら中探したんですが、見当たりません。先生、あのミイラ、ジュンに会いに行ったんじゃないでしょうかね。なんでジュンを狙うんだよ。そんなこと俺には分かんないよ。奴らが我々を狙っていることは確かだ。ジュンを一人にしとけ、いかん。行こう。はい。先生、お姉さんはジュンがいないみたいなんだ。ジュン先生、あ、これはね、姉ちゃんのだ。お姉さんのこっちだ。博士、ジロー君、君はうちに残っていなさい。ジローちゃん、言うこと聞けよ。やだ。よし、それならジロー君、君は通信係だ。通信係、うん、研究所で任務についてくれたまえ。いいな。オッケー。最高。あったんでしょうね。いたまえ、赤トンボだ。お、実験室にもいましたね。間違いない、この中だ。行ってみよう。よし。Thank you.
進め。タイガー！ホー！天神タイガー、タイガーセブン。ありがとう。よかった。あれ、ジローは？あ、いってねえ。え？そうだ、ジロー君を通信係にしてるの忘れた。はい、こちら滝川研究所。なんだ、姉ちゃんか。心配したぜ。名前聞いて、ジロー、覚えてらっしゃい。だけど、ゴーさん、どうやってミラーゲンジンを倒したの？え、本当だ。あの化け物をどうして？あ、それはですね、つまりあの、あ、太陽ですよ。太陽？うん。ミラーは夜行性です。だから太陽の下に引きずり出したんです。なるほど。そうか。奴は太陽が弱点だったのか。うん。じゃあ、ちょっと知ってたらな。おい、ちょっと待ってよ。みんなは僕がタイガーセブンであることを知らない。これは誰にも言えない僕の秘密だ。しかし無限人の攻撃は必ず続くに違いない。その頃、日本に近い海上で凄まじい爆発が起こっていた。一夜にして小さな島が誕生したのである。だがこれこそサハラ砂漠から移動したムー帝国の新しい本拠地であることに誰一人気づく者はなかった。原人どもを復活させろ。至る所で騒ぎを起こし、日本を混乱に陥るのだ。タイガーセブンに邪魔はさせぬぞ。マンタン。Thank you.